好，来玩最上一光。玄米茶でひげを整えてっと。では行こうか。おいちに、おいちに、はい。おいちに、はい。この狐めに吉野の一字を託された将軍様。はい、この狐。都那么麻烦，打这个好了，就算你们看着简单一点。这穿衣光景蛮好笑的。范围非常小，就是。兵法とは辛くて戦への探求は尽きることがなかねえ。おいが鬼で、駒藩は桃太郎、遠慮はいらんぞ。だ、誰だてめえ。俺がこの薩摩の番人じゃ。最新の署名なら後にしてくれたまえよ。助けてくれ。ナンバーシャット、薩摩隼人が逃げんじゃなか。皆の者、ここは一つ拙者に任せい。こんなんが相手じゃ命がいくつあっても足りねえ。何の成果も得られませんでした。進撃の時が訪れたか。では行くぞ、皆の衆。怖い怖い、無理無理、お家に帰せ。最初から全軍投じると思うてか。クソが、島津様に合わせる顔がねえ。よう戻ってきたとね。まずはゆっくり休むがよか。へい。この半裸も男なら度胸は見せんねえ。がむしゃらは今だけじゃ。重々を大切にせんねえ。始末様の戦下手にはもう武下作攻击法。情けなか。おま半裸の臆病棚にあげるんじゃなか。この戦どうせ負けたって逃げるが勝ちよ。気にすんな。今のうちに行く。どうした。まだまだ倒れんぞ。後ろ傷が不明よ。まあ普通はそうであろうな。それも合わせ。子供は拙者にお任せあれ。冰多的时候这一招特别好笑。啊，你看，嘿嘿嘿，看我这招超好笑。
大王，可是我实在是不想用那个状态打。脑筋一红大爆死。冒険の風圧にも乱れないこのヒゲのビンビンさ。見た目よりまずは腕は鍛えたい。島津戦法釣りのぶせじゃかかったの。伏せしおの子よ、急ぎ戻ってきんさい。承知いたしました。おまはんが魂、この老いに見せてみ。もう遅いよ。先ほどこの高級湯飲みをもらっておけばね。よか、このまま老いはぶった切るつもりで来んね。螺旋杀法。まことのうつつが取り乱しても無駄だね。天翔百裂拳。素敵な紳士は大人気。我が輩の決断が乱世を動かすと言っても過言ではないね。おいっちに、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 おいっちに。哇，东山倒放浪弹，哈哈，好酷。得到了奇怪的成就，我不知道成就是什么。上杉君。三代様、奥州伊達家より書状が。おお、政宗君から。我が輩の説得に応じ、心よく奥州伊達家を助けになったのだね。どれどれ。Dear gentleman、 超偶然提示崩壊。いきなり可愛くないね、政宗君は。将軍様の意を借る我が輩は奥州三代、今や北の主だよ。奥州短大、はっ、知ったこっちゃねえ。我が輩に続きたまえ。这只蛮有趣的，要不是它范围不大，就是一只强力角色。客か、もてなしてやるよ。俺たちが教えてやるぜ。哇，这刀子会很软的哟。待て、止まれ、サビスケ。わかったぞ。君の目的はこの源泉茶葉だね。ダメです。それ以上僕に近づいては。あなたは傑作だろ。こいつに入ってくるのさ。お前の頭の中がな。黙れ、サビスケ。やめつけ。打完的。伝令。さすが、この兜も貴公にいただき。再会の。この兜も貴公にいただいたものでしたか。いまだにこれの手入れを怠った日はありません。しかし、このまま将軍に従い続ければ、いずれは信長公とも争うことに。あ、いやいやいや、そんな日など来るわけないよ。今日も元気だよ。お茶がうまい。こーん。我が輩に続きたまえ。日の元を結んだ。この小生の穴道、いいか、この穴道はな、南は西表から北は蝦夷まで
寒冷さんが語り出したこやつ。やばい。お前さん、どこから入った。出て行け。ここは小生たちが汗水垂らして掘った穴道だぞ。こてつにいらずんば、おもてなしだよ。この鉄球、こんなに軽かったか。時々恥ずかしくはなるよね、あの人と一緒にいるのが。はい、できてたよ。比六福村还好玩。口聞いても怒らねえ。あの人は気さくでねえ。あれ、どうした。お前さんたち誰もいないのか。お前さん、これで運を使い果たしたぞ。
この穴蔵はな、小生の命と同じくらい大事なんだよ。黒柳くんの穴道車、誰にあげても喜ばれそうだぜ。そうだろう。勝手に持っていくな。基本紳士的に参るが、まずい時は賢く姑息に狐のごとくね。運回しゃ勝ちだ。単純極まりないだろう。さあ謝るなら今のうちだよ、我が輩がね。ここまでやらなくてもいいだろうな。反击技才好用。小生に発倒されるんだからな。しっけ、お茶が切れるとどうもイライラしてしまうのだよ。ついてなかったか。すごくて賢いキツネだよ。素敵。終わり、織田信長公です。信長公です。豊臣陣営、終わり、織田信長公です。ああ、なるほど。それはよろしくないよ。我が輩、信長公とだけは戦えない。はっ、ではすぐさま将軍様にお断りのお返事を。待った。信長公、我が輩に続きたまえ。覚悟しな、ジェントルメン。ジェントルメン、将軍なんぞに応酬は渡しゃしねえ。よく来たな、ガスピー。勘違いしないでくれたまえ、将軍じゃないよ、信長公への手土産だよ。ヒヒンと乗られてくれたまえ。将軍の次は魔王のおっさんか。腰が軽いにも程があるぜ。なんとでも言いたまえ、これもご恩返しなのだよ。あ、突破失敗。なぜそこまで魔王のおっさんに入れ込むんだ。信長公は弱小紳士だった我が輩に居場所をくださったのだよ。よって、狐は恩を返す。実に簡単なお話だよ。案ずるな、まだ目論みから外れてはいねえ。了解っす。信長公に示したいのだよ。斧が手で領土を広げられるまでになった今の我が輩をね。甘えた理由だが、あんたにしてはマシな方か。オーケー。この地に宿る竜王として相手をしてやるぜ。長い心配ものはないかね。まかれてもいいのだよ。今日も素敵な紳士ですね。主にひげ周りが。
あんたと俺、決意の重さは変わらねえってことだろ。日のごとみんなで突っ走れる、その日を待ち遠しいぜ。我が輩のすごいところは我が輩で。すさぶ俺を醜いと思いてえなら思えばいい。だが俺に恥じるところはねえ。気をつけろ小次郎、味方によっちゃどうやら今までで一番マシなジェントルマン。はっ、肝に銘じるといたしましょう。道を開けたまえ片栗くん、今日の我が輩は一味違うよ。ああ、そのつもりで相手してやる。渾身で来い。ところで前々から思っていたのだが、そのビシッと後ろに流した髪型、気候は紳士が似合うね。ふん、俺を引き抜こうってんなら試すだけ時間の無駄だ。てめえごとき本気で魔王に受け入れられるとでも。このヒゲを伸ばすよう言ってくれたのも信長公なのだよ。貧相な狐顔、ヒゲがなければ見られねえと言われたか。そうかもしれないが、そんなことあるわけないよ。待ちたまえ片栗くん、紳士の決闘は一頭ごとにお茶の時間だよ。ちっ、政宗様がせっかく見直しかけたってのにな。とんだ面倒だが仕方ねえ、今のてめえならな。レッツパーティー。今あんたの瞳には何が映っている。何も。政宗くんがいつにも増して凄まじい勢い。今のあんたが相手なら少しは本気になっていいかもな。政宗くん、我が輩はねこの北の地が好きなのだよ。What? まあそいつは俺も同感だが、俺とあんた唯一の共通点ってとこか。いいさ、卑怯な策でも何でもいい、あんたの一番強いとこを見せてみな。なんと政宗くんながらあっぱれな紳士ぶり。我が輩も正々堂々策を見せるしかないようだね。ところで政宗くん、少し動きが鈍ったんじゃないのかね。やめろ、サム。今日はやめだ。一旦引くぜ、小次郎。はあ。辛くて、賢い、キツネだよ。あ、キツネ。紳士が、素敵だ。他比较多呢，之前才第五关而已，就要打比较多人的关卡都麻烦。明明是最上一关，既然有六关吗？单挑一台。あなたにも味方に。信長公を私はしません。貴公は我が輩を試しているのだね。ならば何としてもこの試験に合格し、信長公の狐となってみせるよ。我が輩緊張で喉乾きまくりだよ。お茶を失礼。しかし貴公、お茶が効かんに無本です。まさかあなたに見抜かれるとは。キティゴトキ金田にくん、これは我が輩合格、合格でいいのかな。紳士が、
有好多东西。哇，有马桶，马桶那个哎，玉手洗净化棒，干太屌了！现在有通乐，但为什么最上一关要打四天王？诡异。哇，通乐很强哎，啊，通乐打。寿命が縮まる。我が輩に続きたまえ。紳士は遅れて登場する。あれに見えるは出羽の神か。驚いたな。まさかその方に下っていようと。干净。信長公。どうかこの狐目を末席にお加えください。座教程度にはしてみせい。ははおっと小手に落としたよ。いつどこに置いてても悲願だ。この戦の勝者からの着物の参戦の恐れに通ず。とんでもないところに参上してしまったようだね。これはもしやよりどりみどり下り放題。世にクレイジキをもたらすは世がクレイジキの他になし。世は本陣にてまと。さあ来い友よ。豊臣が将の意地、我に見せてみよう。かしこまり候。豊臣夢吉君は大男と聞く。頑張れ我が輩。しばら。倒せば大手柄だよ。弱兵はいらぬ。我が軍よりそれ。信長公、こうして貴公のお力となれる日を待ち望んでおりました。狐の恩返し。なるか、よかろう。それでこそ魔王のご合図。武士、盛況な兵をかけらも持たぬ弱き国と耳にすれば。夢吉君、我が輩の国をバカにしてほしくないぜ。お茶もおいしい、紳士もたくさん。これほど素晴らしい国は他にないのだよ。それが日の本を守るにいかほどの役に立つ。問うだけ無駄というものか。不安と騒ぎがあるならば我らこそが無数の指よ。いくばくかの疲労は与えた。拙者はここで。よくぞ無事帰り。今宵拙者と組み交わそうではないか。この刃実はとっても重いのだよ。信長公、秀吉で、そしてまだ見ぬ最の帝、あなた方は紛れもなくこの日の本の英雄だった。いかに転べど鷹が前座よ。覇者であるゆえに覇王なり。魔王帝、何する者も。トップ大将、あの世に認められたくは言わずともしれんよ。我が輩の魅力が道を開くのだよ。秀吉様の偉大さなんて今さら俺が語るまでもないだろう。総力を持って世に当たらなんだ。その豪華にする。よく言う。下天など小さき者ぞ、はびこる者も通に同じよ。しかし帝か、どうにも不思議な男よな。勝利に座し治る限りは、そうまるで乱丸のよう。愚かな王がもたらす布告、そして強兵、我が正すはそれのみよ。所詮は猿よ、偽りの王よ。良きかな。
オーラと互いの剣を壁に一つ余と勝負せぬか。高上がりの方がはるか手応えるわ。俺たちこそ大義、国を思うこの軍こそ官軍だ。大目を垂れよ。速やかなる降伏もまた幼少の証ぞ。拳を剣に掲み、我が豊臣に勝利あれ。もがみよ、民のため信長公もまた討たねばならぬ存在。つまりわしとお前は敵同士。それでいいな。できれば紳士的な解決を望みたいね。皆の熱、この義輝しかと感じているぞ。あえて言うが、もう一段上の猛者を置くべきではないかな。粛清の手間も省けた。さて魔の友、ここで油を売っていてよいのかな。まず初めに巡り会えたのがあなたでよかった。秀吉殿、あの日示し得なかったわしの答えをここに。これは我が輩としたことが非紳士的態度で怒らせてしまったかね。貴様ごときにそのような感情生まれるはずもないが、あるとすれば弱気を恥じず国を持つその態度にか。提示てみせよ家康、力を射とい危機し、それでもなお逃れぬ者よ。家康、貴公も信長公とは朝からの縁。ここは一つ恩人に対話を試みる姿勢、感謝する理想的な絆の結び方だ。ゆめきち君をも怒らせる我が輩、大物紳士はつらいね。まだ補足か、キツネズラゴ。家康くん、貴公ならきっと分かってくれると。だがことここに至ってはもう遅いんだ。こう海に持ってよ家康くん。そうか、お前と信長公の絆、それをわしに感じさせてくれ。絆なら信長公から賜ったこの兜を見たまえよ。ご恩を感じるたびに月吹きでピカピカだよ。そうか、それも一つの絆の形が。そうだ、家康君との絆の証にお茶の代わりも香ばしいこの花巻を贈呈するよ。心配無用、この戦いに腹の底から気が満ちている。ここで無駄な力を振るうわけにはいかぬ。世に従った慶眼に免じ、前座の場をくれてやろう。巡回の王。怎么掉下来发现晋翔正在我旁边吓死我。将軍様に勝てと。我が輩、そんな大それたことは。よし、ひとまずこの場は収めよう。お前の絆にまみえるまでこの拳にさらなる火花。もう結構。して光秀は。我が輩、一刻も早く帝の討伐に向かいたいなと。そんなことよりこの兜、忘れぬ思い出の品で。たかが狐に賛美を与えたまでのことぞ。して光秀は。はいはい。これは天が素敵獅子に与えた試練だね。啊，刚在刚刚在干嘛？南斗凤凰拳。是
違いなど今更じゃないか。頑張れ紳士、負けるな我が輩。将軍様、信長公の命によりお命頂戴。恩義のためにか。正直驚かされたぞ狐よ。裏切った我が輩を責めはしないので。何、反逆、無謀、それがいい。何かのために魂を燃やす、まさにその方は理想的だ。敵味方に分かれたとはいえ、何とも懐広きお方。いや、それでも我が輩の主は信長公ただ一人。こうなったら宇宙の狐一世一代の大博打だよ。よい、賭けよ、己を、熱きたぎりを。わかりとしたことがいつの間にか後に引けない賭けに、ワイド、小細工、逃げ道、今からでも遅くないかね。おお、イカ様がその方の本領か。それを暴くのが余というわけだな。あまな、力こそがこの国の救いよ。信長公はこの狐の命をかけて、もう獅子は絶対に負けない。天下とは全てを焼き尽くし制するのみ。を救うのは優しき絆だ。お茶、熱きほてりを求めよ。お茶、ががのぶなが、これぞ天下をかける大神事。我が輩まさしく日の元の夜明けの一頭。四天王突然感情变超好了。最高。啊，哦，楽しい。这就是我们台湾运动协会最会做的事情。乱世を駆け抜け。非常普通嘛，会变成最上一光，非常的最上一光。